喋ってる。こんばんは、6月17日月曜日午後7時になりました。第138回しゃべくりますようですね。
今日の松代なんですけどもね、天気予報では31度でしたかね。実際にはもっと高かったのかね。私ね、汗っかきでね、今日3回もう着替えちゃったですね。まあね、余計な話するなと。はい、わかりました。まあ暑かったということですね。ということなんですけれども、今日はですね、子どもたちを放射能から守る信州ネットワーク北進と、略称がですね、子どもネット北進ということなんですけども、子どもネット北進のですね、栗林さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。実はね、さっきね、栗林さんからね、その今日の原稿ですってね、こうですよ、こんなに10枚も言語渡されてね、これね、そう、15分で喋れ、無理です。そうですか、どうします、30分に伸ばしていただけますか。ダメですそうです、残念ですね。じゃあ15分で、はい、ちゃちゃちゃっていきますよ。ちゃちゃっと、はい、はい、というね、ちゃちゃちゃなんて言ってますけどね、実はね、この栗林さんなんですけども、2年前ですかね、2011年の3月にね、東日本大震災あってですね、それから福島の原発事故ありましてで、その3ヶ月後なんですけども、栗林さんにお願いしましてね、実は講演会をやってもらったんですよ。そうですね、あ、やってもらった、ありがとうございます、その説は。それでその後ですね、栗林さん、原発事故とかね、原発問題にもう本当に一生懸命、ね、勉強されてましてですね、今度何、夏福島の子どもたちの保養キャンプ松代で開催する、そういうことですね。その話なんだ、そうなんです、そうなんです。長野市の斉藤純子さんという方が中心になって、開催にこぎつけました。斉藤さんは今日本当は出ればよかったんですけどね、僕らもちょっとお話上手ですので、残念な、今日ですか、タボって栗林さんにかなわないですよ。はい、はい、はい。で、そのいきさつというのは何ですか、町のテア。そうですね、やはりその保養サマーキャンプというのはボランティアによる活動ですので、宿泊所もやはり安くないためなんですね。 あと自然環境に、ね、だから安くて自然環境ということで、町代町の多くの JA 研修の最適だということで決めました。まあ、私どもね、松代テレビもいろいろこうタイムリーなね、いろいろ話題を提供してるんで、はい、ぜひね、今日もその詳しくお話しいただきたい。そうですね、じゃあちょっとここにポスターあるので、あ、これちょっと、サマーキャンプの、ちょっとこれもそうですか、ブロ、はい、ズームアップしていただければ、あ、こんな形でチラシを作ってあります。はい、で、ボランティアもまた後ほどあれしますけども募集してますので、ボランティア募金ともよろしくお願いします。はい、このまずですね、この本題に入る前に、はい、黒井さん、そのどうして原発問題にこう、そうですね、興味あるというか勉強してるんですか。私が昔新潟で働いてる頃、まあ、若い頃ですけどね、まあ、新潟の原発の80年ぐらい前、作るって話があって、新潟現地で反対運動が起こったんですね。ああ、でその頃その精神的な支柱になったっていうのが、この東大出身の科学、原子力科学者の高木慎三郎さんなんです。ちょっとそうなんですか、パネル出してもらっていいですか。あ、はい、ここに高木さんってどんな方なんですか。もうちょっとあれですね、ここに、あ、高木さんっていうのはですね、あ、ちょっと待ってくださいちょっとこっちを見ないと分かんないんでね、昭和13年に生まれて、群馬に生まれた方で、東大での原子力科学者なんですね。それで当初よりその原発が危なすぎるものだっていうことで、まあ、火遊び的なことはやめようっていうことでね、必ずな続ければ原発事故が起こる、取り返しのつかない原発事故が起こるっていうことでね。まだいいですか。あ、いいですよ、はい、それで理論面でその原子力発電所の危険性を訴えられた方なんです、うん、ただまあ残念なことに亡くなっちゃいましたけれどもね、早くして。でもう一枚このポスターなんですけど、まあ、そういう先生方のグループで今度兄弟なんですけどね、うん、ちょっとまたじゃあこのパネルしてもらっていいですかね。 あ、このままでいいですか。あ、これでいいですか。はい、こちらをちょっとアップしてもらっていいですかね。小出幸宏さんっていう、ひろあきさんっていう、うん、そういうこちら兄弟出身の原子力科学者なんですけど、うん、まあ、この方が今一番いろんな原発の運転をしてますけど、うん、まあ、この方の講演会が先週6月9日に松本あったんです、うん、でもし興味のある方はね、この方の YouTube いつでも見れますので、それで表題っていうのはちょっとこちら見てもらっていいですかね。あ、こちらね、はい、もう一度バックアップして、原発事故後の日本を生きる子どもたちのために今できることっていう、そういう講演会ですので、また YouTube で見てみてください。はい、そうですね、その、原発によってね、はい、その住んでるところ終わるなんていうのは、ね、すごく嫌な話ですよね。そうですね。それでですね、この放射線ですね、汚染地域の子どもたちの疎開とかですね、保養活動ですね、はい、その必要性とかね、経緯っていうのをお話しいただいてもいいですか。そうですね、ちょっとじゃあ次のパネル見ていただいていいですかね。これでいいんですか。はい、あ、はい、
じゃあズームアップしてもらっていいでしょうかね。これはあの1986年にチェルノブイリ原発事故後 の、 その放射能汚染地域なんですけど、うん、もうその汚染された地域っていうのが200キロ直径200キロメートル300メートル及ばず500キロ600キロっていう広範囲にわたってですね、そうするともう農地林が全て汚染されるってこと、そういうことであのチェルノブイリでは約200万人の方がまあ被爆されたわけですね、うん、それによって5年後ぐらいから子ども中心にたくさんの白血病とか高熱戦艦が出たわけです、うん、まあ、そういうことでそういう人たちを襲うことになって救おうってことでヨーロッパアメリカ中心また日本も中心に雇用キャンプっていうのが世界中で始まったんですね、うん、あ、そうなんですか、ちょっとその効果見てみましょう。で、はい、その非汚染地域の疎開とかですね、雇用っていうことなんですけども、それってどんな効果あるんですか。そうですね、じゃあ次のちょっとパネルでご説明しますね、はい、この次ですか、はい、これはあの北海道で最初日本で最初にその保養のキャンプを始めた野呂美香さんという方のあれなんですが、まあ彼女はあのそういう高濃度汚染だとやっぱり30日か40日の疎開保養が必要だと言って、その効果として身体からの放射能が約半分になるってこと、あとその免疫機能が良くなるために健康が増進する、うん、あとやっぱりその1ヶ月でも1ヶ月半でも、うん、あの被爆地から逃れることになって精神的が落ち着くってことを言ってますね、はい、チェルノブイリ、あ、救急車通ってますね、はあ、そうですね、ちょっとうるさいですね、行きましたね、はい、はいですね、はい、それでチェルノブイリなんですねで、はい、あの福島の場合どうなんですか。そうですね、まあ、それも説明したと思います。じゃあ次のパネルを言っていただいていいですかね、はい、これがちょっとパネル見てください、まあ、今の福島の状況なんですけど、うん、2年経ちました。それであの外部枠はやっぱり5から10マイクロシあの、うん、ミリシーベルト 年間ということでかなり中程度の濃度なんですね。それであの爆発事故の当初の要素137によって、うん、あの131によって今甲状腺がんが分子の間に多発し始めたんですね、うん、まあ、そういう問題あるんですけど、まあ、食事にその後みんな気をつけてますのでね、基本的には内部枠の方はあまり心配ないってことでですね。それでちょっとこの下の方アップしてもらっていいですかね、この下の方をアップしてもらっていいですか。であの日本では あ効果がありますね、あの早尾孝則さんという方が、まあ、福島子供たちの保養についてのいろいろな、まあ、解説されてるんですけどね、うん、その中で効果って挙げてるのが、まあ、あの外部枠内部枠もそもともにそのチェルノブイリほど強くないので、うんうん、まあ、1週間という短期間 の、ね、うん、あの保養であっても日本の場合は、うん、その親御さん同士が、うん、あの新たなそういう問題に立ち向かうための、まあ、親同士知られるとかね、うん、あと心身ともにそのリフレッシュできるということで、うん、まあ、日本の場合は1週間前後の、ね、短期間の保養でもあってもかなり大きな有効性ということを述べていますね、はい、そうなんですよ、はい、でその日本でいつ頃どんなふうに始まったんですか。そうですね、この始まったっていうのは、うん、あのやっぱし、原発事故が起こった2ヶ月後なんですね、はい、その時政府はあの福島におけるあのなんですかね、その逃げなくちゃいけないっていう基準を今まではあの被爆線量年間1ミリだったんですけどね、20ミリシーベルトまで上げたんです。っていうのはその20ミリシーベルトを年間まで上げないとその福島の子供たちがみんな避難しなきゃいけないという状況だったので、ただ20ミリシーベルトを子供に許容することは大きな問題なんです。それで福島 の、 あの親御さんたち、お父さんお母さんたちが抗議して、子供たちを放射能から守る福島ネットワークを2011年6月に、あ、5月に結成しました。これもまた YouTube で見れますので、あの詳しくはまた見てみてください。そうやって広まったんですね。そうですね、はい、それでもね、だんだんもう時間もだいぶ過ぎてきちゃって、そうですね、はい、今日の本題のですね、そうですね、その、サマーキャンプについてね、お話伺いたいと思うんですけど、そうですね、ですね、じゃあちょっと配ってもらっていいですね、はい、その長野市であのサマーキャンプ始める理由っていうのが、基本的には長野市、あ、長野県全体で13号ぐらい、うん、ここぐらい の、 その拠点があったんですね、うん、あの保養ネットがあったんですけど、うん、北進は一個もなかったんです、うん、長野中心の北進は、あ、これでいいですよ、これでいいですか、はい、それでちょっとじゃあ次の、あ、次のね、これが長野県における保養キャンプの現状を示したあれなんですけど、この赤く運んだ、あ、すみません、北進、内、すみません、中心の方を見てもらっていいですか、中心の方、中心の真ん中の方、こちらの真ん中の方を見てもらっていいですか、こちらの方、中心、
中心地区っていうのは7つ回ったんですね。この苦心は1個もなかったんです。それで斉藤純子さんたちが有志を募って、うん、この福島ね、あの何ですかね、子供ネット福島を始められたわけです。はい、そうなんですか。はい、ということは、はい、そのボランティア精神からすると北進地区ってなんかね、発展途上国、まあそうとも言えるんですけど、うん、ただ今ここであの、うん、インターネットがね、まあ、テレビ、うん、インターネットを使ってこういう広報活動をしてますよね。はい、あの他の面ではすごく斬新的な進歩的したところもあるんで、まあ僕としては素晴らしく思ってます。くれました、だいぶ褒めてくれましたね。こちらこそ。何も出ないです、はい、すみません、後でまた出させていただきます。だ褒めてもらっちゃったな。それでですね、このキャンブラー具体的な、そのスケジュールっていうのはどうなってますか。そうですね、ちょっとじゃあまたパネル見せていただきましょうかね。はい、これでいいですか。ちょっとくださいね。あ、これでいいですね。はい、じゃあズームアップしていただいて、じゃあちょっとあのスケジュール表を見ながら説明しますね。はい、まあ、基本的にはその豊かな自然環境の中でのびのびと過ごしてもらいたい1週間ということでプログラムが組んであります。それで、まあ、当初は7月29日月曜日なんですけどね、うん、まあ、郡山から4時間ほど時間かけて真っ白に到着します。うん、ですので当日はまあゆっくりしてもらって、お、まあ、翌日の7月30日なんですけど、うん、これは真っ白町に来ていただくことにしました。はい、それでちょっと真っ白町のボランティアをあのガイドさんをボランティアでお願いして、おうおう、真っ白町のこういろんないいところをね、はい、紹介したいと思います。で、まあ、午後は青柳のプールということで、ね、予定してますね。青柳公園。そうですね、青柳公園、ね、はい、あのプールの中心に。 なるほど、はい、あと7月31日ですが、これがメインなんですけども、あの伊豆の高原のコテグの森、そこでまあサマーキャンプ、あいい、ね、デイキャンプをしたいと思います。いいですね。はい、それでまあ思いっきり遊んでもらいたいですね。遊んで、はい、はい、向こうではあの実際こう手で地面触ったことがねすごく触れるところも多いんです。そう、はい、そうなんだ。だから新生児の子であってもね、生まれてから一回も地面に置いたことないっていうそういうお母さんがいるんですね。はい、いいです ね、 ね、 そうですね、自由ね。はい、それでその後はまああの群れの天狗の館、 あそこの温泉で、まあ、飲んできてもらう。そんなこと私も何回見たことありますよ。そうですね、あと一緒に行きましたね、冷静事故、ね、そうそうそうです。ああ一緒に、いいとこですね。まあ、じゃあ時間もないんです、はい、あでも、はいはい、余計な話するの、はい、わかりました。それであと8月2日なんですけど、昼間は茶臼山動物園、あと恐竜公園訪ねて、あのゆっくりしてもらって、午後はお楽しみ、なんですかね、コンサートをしてみんなで楽しむと思ってます。あとまあ8月3日ですけど、早くも最後になりましたけどね、まああの郡山に帰っていただくということで、まあその間ね、皆さん本当にあの健康でね、楽しいサマーキャンプしていただけたらといつも念願しております。じゃあその日はもう涙の別れするわけだ。そうそう、あそうですか。涙する人もいる方も出てくると思いますけど ね、 いいね、はい、そうね、1週間見ればね、はい、皆さんね、健康を知ってね、はい、いいですね。であのもうね、さっきから私余計な話だったんで、時間も過ぎちゃったんですけど、最後になんかこの私の人とかね、全国の方に何か一言あったらお願いしたいんですけど、じゃあちょっと少し真面目な形で次のジャパネルチェーンですかね。じゃあの私たち子ども新春ネット福島を作ったわけですけど、そのメッセージをね、斉藤純子さんよりちょっといただきましたのでしたいと思います。じゃあちょっとこちらの方ですね。あ、その下ですね。こちらの方ですけど、この下ですね。あ、そうですね、それですね、はい。じゃあちょっと読ませてもらいます。放射能汚染地帯に住む子どもたちを守るために、長野県北部で北進地区に住む市民が2013年2月9日新たなネットワークを立ち上げました。安全な食べ物環境の中で一人でも多くの子どもたちが過ごせる雇用の支援を行いたいと思っています。できればいろいろな形で多くの皆さんのお力をいただきたいと思います。今後何らかの協力ができるということがあれば当事務局までご連絡ください。子ども新春ネット福島代表斉藤純子ということです。ああ、そうですか。それであの連絡先ですけどね、あのこのチラシをこの町役センターに置いていただけるということなので、詳しくはこちらにチラシありますので、ね、それを見ていただければと思いますけどね。それもう時間ももうないんですけども、はい、お知らせもう一個あるみたいですね。これですか。そうですね、これちょっと宣伝なんですけどね。あ、そうですか、はい、ちょっとあの宣伝料取りますよ。あ、いいです、いいです、いくらでもまたあれしますのでね。はい、あの今ボランティアを募集してるんです、ね、それであの小さなお子さんがたくさん来ますので、ね、小さなお子さんにあの汗ばいていただいたりとか、あとあの募金ですね、みんなの全部ボランティアになってますので、かなりの金額が必要ですのでね、そうですね、広い心を持っている方はぜひそちらの方もあの
していただければと思ってます、はい、まあ、この連絡先っていうのもこれも連絡先ありますね、書いてあ、ここにありますね、そうですね、はい、まあ、あの、もしあったらこちらに来ていただければ、町役センターに来ていただければいいと思うんですけどね、あ、こちらの町役に来ると分かるんですね、はい、わ、はい、かりました、まあ、一応あの電話番号でお知らせしましょうか、ね、ちょっと、じゃあ携帯なんですが、大塚さんという方があの窓口になっていて、090-7003-9834です、はい、申し出ますね、はい、090-7003-9834、はい、大塚さんです、うん、そこまでご連絡いただければ、いや、わかりました、はい、ちょっとね、私余計なこと言っちゃってね、1分だいぶ時間過ぎちゃったんですけどね、倉川さん、本当に今日はね、はい、あの、素晴らしいお話ありがとうございました、いや、拙いお話です、いい、どうもありがとうございました、じゃあ皆さん番は、そうしましたらですね、来週のしゃべくり松代のですね、予告を行いたいと思います。はい、来週はですね、こう一点、はい、森山さん、やらさせて、今はね、はい、で、来週はどんなあれでしょうかね。はい、139回になりますけれども、はいはい、長野市立、東条小学校の校長先生をお迎えして、はい、校長先生、赤羽先生ですね、はい、今ずっと東条小学校では蛍学習ってやってますね、それの、それについてのお話を伺いたいと思います、はい、もうずいぶん長い歴史になりましたけれども、うん、はい、そんな話をいろいろ伺いたいと思います。あ、そうですか、はいはい、まあ、これからあれかね、代わりになるのどの、そうですね、形もうすぐ今週ですかね、はい、あの交流じゃなくて、ホタルを話すっていう形で、はい、ことがあるらしいので、あ、なるほどね、じゃあそれ取材も兼ねて、はい、っていうことですね、そうですね、まあ、それはちょっとね、まだ21日なので、はい、放送前なのでね、はい、ちょっと、皆さんにお知らせ、このお知らせを聞いていただければ、見ていただいてれば、ね、21日ぜひっていうこともありますね、はい、じゃあそんなお話を聞かせていただくという形でですね、はい、はい、そんな形でよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。松代、あなたの街、それくり松代、また見て。